ていう巡り合わせでしょう。キャサリン、こんにちは。何か依頼はあるか？それにしても今日は随分とご機嫌みたいだな。はい、実は今朝早く神社へおみくじを引きに行ったんです。そしたら近々思いがけない再会を果たすかもしれないと巫女さんに言われまして。キャサリンが神社におみくじ？なんだか珍しい光景だな。あ、いや、そこじゃなくて、お前たった一日のうちに稲妻まで行って帰ってきたってことか？ここリーユエだぞ。私もたまにはプライベートを楽しみたかったもので。それでさっき言ってた思いがけない再会ってオイラたちのことなのか？さあどうでしょう。ただこの期待感が胸にある限り誰と会っても嬉しい気持ちになれそうです。はあ、オイラたちほぼ毎日会ってるけどな。キャサリンが喜んでくれてるなら別にいいか。ああ、お前の気持ちオイラもわかるぞ。巫女さんの言ったことが当たってるといいな。だってお前のお兄さんは。その落ち込んだご様子、私何か触れてはいけないことを言ってしまったのでしょうか？いや、大丈夫だ、気にしないでくれ。それよりも依頼の話に戻ろうぜ。何かオイラたちにぴったりな依頼はないか？ええ、それでしたらちょうどいい依頼があります。甲府の方からの依頼でして、双眼鏡園を調査してほしいとのことです。え、そこって封鎖されてたよな。もう解除されたのか？詳細については依頼人の月木さんに聞いてみてください。彼は今双眼鏡園の近くにいるはずです。おお、わかった。ありがとうな、キャサリン。それじゃ出発するか。はい、星と深淵を目指せ。今回は本当に深淵を目指しているようですね。幸運を祈ります。